これはこ何年式になるの？18年です。ああ、本当綺麗ですよね。ライトを変えたぐらいですか、バイソン？バンパーも交換してありますけど。あ、新品。すっげえ綺麗。あとはこっちの方で。もう元々18買おうと思ってたんです。そうですね。本当は200系にしようかなと思ったんですけど、ちょっと予算。あ、バンバンは新しくしてライトがもう驚異的っすよね。距離もまだ若そうっすよね。距離は今8万6千だ。全然ですね。すげえ綺麗塗装の。車高調の乗り心地とかどうですか？なんていう名前なんですか？車高調ミッツのなんとかっていう、まあ、スタンダードなの。スタンダードね。固めなんですね。すごいですね。減衰柔らかくしても結構固めな。いや、そのね、お任せでみんな何もいじってないんですよ。あ、そのまんまやり方もわかんないよね。ボンネットを開けていただいても大丈夫ですか？ああ、はい、ここにもしダイヤルがあれば。ワイパー付きですね。あ、カバー取らないとあれですね。多分カバーを取って自分なんかもうカバー外しちゃってあるんですけど、はい。あ、それでそのつまみみたいのがあれば。そうですね、今上げますよ。あ、なんかこう回しますよね。はい、そういうエンジンルームをね、そんな掃除してないんで。なんでこれを左に回すと、はい、あの、なんだ、ソフトになって、あ、普通に手で回せる。回せ、回す。右に回すと硬くなる。40段調整なんですよ、自分のやつは。ああ、はい。それはブリッジのがね、何段ぐらい調整するかちょっと分かんないですけど。左に回すとソフト面になるはずです。ねえ。もしそういうのがついてるとすれば、調整すると乗り心地は変えられます。ああ、そうだね。ね、外して後でのお時間あると思う。あともなんか後ろのトランクも内張り全部はめないで減衰調整できるようにしたんですけど、いじりたかったんで。じゃあブリッツは固めなんですね。これもご自分で？あ、自分で。白にメッキもいいな。どのまで？あ、そうですか。ホイールまで。で、これ60周年記念車なんですよ。ああ、いいっすね。だから、ちょっとね、あのガンビタチックなんですよね。違うんですよね。こういうのも。で、最初、あの、LINE した時はあのシルバーの18インチ入って。インチアップして。今19っす。今19。マルチオーケッタ。で、全然知識がなかったから、アスリートが純正が18っていうの知らなかったんですよ。ああ。やっぱ純正で18は別に。結構、でかいですよね。まあ、だから乗り心地も硬いんじゃないかなと思うんですよ。あ、まあ、乗ったことないんですよ、わかんないですけど。ロイヤルでもそんなブワブワな乗り心地じゃないですからね。そうですね。俺、自分は好きなんですよね。そのぐらいの硬さの。中見せてもらってもいいですか？あ、はい。おお。ああ、綺麗。さすが。60周年記念車だから色が
ウッドの色が違うんですね。マジスタもそうですもんね、1八は。こういう、普通だと、この黒蝶だと思うんですよね。ああ60周年記念車はこのダークブラウンですかね。そう、あとだからこのスカックプレートがこれが赤なんですよね。あ、違うんだ。こういうところが差別化してあるんですよ、はい、あとは基本的には同じなのか。そうですね、同じ。リアも同じですよね。シートですか。はい、うん、一緒だ。特にはないですか。いい、大丈夫。同じかな。この木目と。でも木目結構でかいかな。これもあれ記念モデルを狙ったんですか。いや、たまたま落としてもらったのがこれだった。いいっすね。それはいいわ。これだったら全然文句ない。で、スリーキャッツのマフラー。ですよね、音はね。ちょっと音聞かせてもらってもいいですか。この間そう取れてなかったんですよね。熱で多分。はい、ジェントルな Yeah.